はいどうも、仮想ユーチューバーです。今日は Wikipedia になる日本長寿記録をたどっていこうと思います。先日何気なく名古屋大学の卒業生っていう一覧っていう域の記事を見ていたら、こちらのともえいくさんという方に、えー、出会いまして、ともえー、さんは、えー、とどういう方かと言いますと、ここに書いてある通り、えー、この渡辺さんが、えー、指揮をして以来、日本男性長寿日本一となっていた。 ということなんですね。いや、僕は、ウィキで、こう、日本長寿記録、保持者が紹介されているんだっていうことを、えこちらの友さんで初めて知りまして、興味を持ちましてえ、この動画を前に今撮っているということですね。で、よくよく見てみるとですね、えー、この長寿記録の、えー、ところに、 なんかその、ともえさんが亡くなってい、亡くなった後に、国内最高齢男性は滋賀県の白井さんとなったって書いてあって、で、このまた白井さんをこうたどるとですね、で、この下を見ますと、で、白井の死去より、ああ、あーだから、次の国内男性最高齢は茨城県のうんぬん。こんな感じでですね、こう、国内最高齢の えっと、人物を、ウィキの中で辿れるってことにも気づいたんですね。はい。なので、今日は、こんな感じで、えー、最高齢男性を辿っていきながら、えー、ご少女の秘訣は何なのかということを考えていこうかなと思います。まず、こちらの友枝さんはですね、なんか、なまず何に見つけたかっていうと、名古屋大学を出て、えー、拍手を持っている、えー 博士卒業みたいに選んで見つけたんですよ。で、しかもお医者さんでいらっしゃる。えー、だからまあ、やっぱり、うん。そうです医学博士持ってますからね。やっぱりこう、いわゆる、頭を使う職業っていうんですか頭を使うステータスを持っている。やっぱり博士持った方がいいんですかねえー、いやまあ、 すごいですよね。こう気になりますよね。車が好きで99歳の時まで運転していたわすごい、ね。でもなんか普通なんですよね、この辺は。テレビを見たりしていた、過ごしていたとかね。なんかあの、すげえアクティブだったとか。まあ車好きっていうのはそうかもしれないけど、まあなんか、ええー、こう、 えー、穏やかな生活を送られてた。どういうことなんでしょうか。白井さん、白井さん見ていきましょう。白井さん、スーパーセンテナリアン。センテナリアンああ、センテナリアンって言うんだ。スーパーセンテナリアンって言うんだ。へー。すーごいな。意味は通りが身の回りのことは自分ででき、食事の好き嫌いも、好き嫌いにしないで食べる。 っていうのがね。あ、これ多分ね、すごいですよね。趣味や新聞や歴史に関する本を読むことだった。やっぱり、読書をね、こうなんかこうか、読書を重ねてからも、あの、続けるとかっていうのは大事かなと。次第の意識より、あー、これすごいですよね。センタアニア、次のセンタリアに行ってみましょう。福西元井さん。福西元井さん。 え校長やってる。先生なんだ。えいや、いや、いや、105歳まで延長やつこの時点で元気ですよね。えぇ。勲章を持ってるら、やっぱり、うん、なんか、スーパーセンテアリーンんの理由がわかる気がしますけど。 毎食べ物。毎食べ物ね。はい。上田さん行ってみましょう。ちょっと結構関西が多いんですかね。さっきの、えー、福西さんは、えっ、ー、と、茨城いや、うん、茨城でしたけど。はい。長県のーパセントアリアン。 え、2022って、まあまあ、最近、県庁の職員をされてる。へ、え、ぇー。うわぁ、すごい、えー、経験を。今すに投下しちゃう、されたよう要素を目撃した。お、当時の秘訣。 天気や気温によって調子は変化する。同じ調子に倒すことができた三年目のこ,この間は、も人間は死なない。あ、結構がアクティブに季節内に過ごされたんですね。はい。赤村さん。本出してる。えー、っとあ、やっぱり関西。広島だからそれこそ、 ええー。うん。被爆されてるんですね。ああ、戦争のため平和が一番。なんか、スーパーセンテナイじゃない人、子供多い傾向がありますね。子供5人、孫10人。どれ暮らしか。 あ、なんか毎日こう決めてコーヒーを飲むみたいな。えー、食事は介護しで食べて。すごいな。待って、待って。これ、おしまいか。お、あれ時来、あれスーパーソニタリアン。あ、なるほど。 ええと、現在は、この、その部、ギサグドさんが、ええー、トップらしいですね。男性では世界、世界でも三番目に長寿だ。ああ、ええー、と、百十一歳三百六十一日。あ、もうすぐ、もうすぐ百十二歳になる。先生、やっぱ先生なのか。 先生とか、医学博士とか、そういう人がやっぱり、プランナーになるのかな。あ,あ、師匠、師匠な、持っときゃよかったな、マジで。え、国語社会ってすごくない免許二つ、あ、三つ持ってんあ,あ、取っときゃよかったかも。はあ、臨化状。へえ。 カルシウムを取るために、じゃがいもや野菜を好んで食べて。はい、えー、言えば言入れたことないんだ。あ、そうですか。日本のセンスパーセンターじゃん。ちょっと見てみよう。女性ちょっとね、こ,これは。 女性のスーパーセンテナリーはちょっと気になりますね。最高齢、最高齢。ちょっと年代が、ちょっと待って、年代もしてちょったかな。あ、115?115? 115? どういうこと ああ、そうなんだえあれ女性の方が長いき会場え ああすげえな。日本ナビアジアにおける。一応最高だよ。ああ。いや、ちょっとなんか、キリがないですね。興味深すぎて。今日はこの辺で終わりにします。バイバイ。